高橋ジョージさんといえば、バンドザ・トラブリューで220万枚を超える大ヒットになったロードですね。ロードで多額の印税を手にしたことは、多くのテレビ番組でも語られてきました。そんな高橋ジョージさんの年収やロードの印税、離婚により売却することになってしまった自宅豪邸などについてお伝えします。高橋ジョージのプロフィール、本名高橋教授、生年月日、1958年昭和33年8月13日。身長173センチメートル。出身地宮城県栗原郡、最終学歴、仙台育英学園高等学校中退。所属事務所株式会社トランプス、牧師、高橋ジョージは年収やロードの印税が高い。自宅豪邸を売却、資産はどれぐらい？高橋ジョージは年収やロードの印税が高い。ロードは、ザ・トラブリューの1枚目のシングルとして1993年1月21日にリリースされました。最終的には220万枚の大ヒットを記録し、日本有線大賞、日本レコード大賞、日本ゴールドディスク大賞など、主要な音楽賞を総なめにしました。そして、このロードの大ヒットで高橋ジョージさんが手にした金額は22億円と、ご本人が公表しています。もちろん220万枚は記録的な大ヒットですが、そこまで多額の金額が高橋さんに入った理由は権利にあるのだとか。通常の CD やレコードなどは様々な権利関係を様々な会社が持っているため売り上げは分配されますが、ロードの権利はほぼすべて高橋さん。つまり、作詞作曲をした印税だけではなく、原版権や音楽出版権なども高橋さんにあるため、それほどまでの多額の金額が高橋さんに入るようになったのです。ロードは、ザ・トラブリューの前身バンドであったトラブルのファンの女性にまつわる実話から着想を得て制作されています。その女性は当時19歳で、高橋さんへのファンレターに、子供を妊娠しているが相手がバツイチの子持ちで、子供はもういらないと言われている、という身の上を書いていました。その後、その女性は出産することになりましたが出産直前に交通事故に遭ってしまい、胎児と共に帰らぬ人となってしまいました。その事実を知った高橋さんが書き上げたのがロードでした。高橋さんは44箇所のレコード会社や音楽出版社を回りロードを売り込みました。しかし内容のあまりのグラさにレコード会社がリリースを渋ったため、ほぼ自費出版のような形で高橋さんが様々な権利を持つ状態でリリースまでこぎつけた、と言われています。結果、ロードで発生した印税などの莫大な金額が高橋さんに入ることになった、ということだそうです。ロードはもちろん CD のセールスでも大きな成果を出しましたが、カラオケでとにかく歌われました。リリースから30年以上経った2024年現在でも、1000万円を超える印税が高橋さんには入っているとご本人は語っています。年収については公表していないようですが、そちらもすごい金額になりそうですね。ちなみに、ロードのシングルは、届く頃のない手紙、ロード第5章までの5枚がリリースされ、総売上は335万枚を超えています。痛ましい事故が発端になったとはいえ、高橋さんはそのファンの女性には頭が上がらないでしょう。自宅豪邸を売却、高橋ジョージさんの自宅は、
東京都世田谷区成城にあったと言われていますが、成城ではなく深沢にあるそうです。その自宅は一軒だけではなく、隣同士で二軒の豪邸をお持ちになっていました。3階建てで推定では3億円と言われています。ですが、2023年の報道では売却したとご本人から語られました。1998年から2016年まで結婚していた三船美佳さんとの離婚で財産分与として自宅を手に入れ、しかも楽曲を制作するための立派なスタジオも完備していました。その自宅スタジオは高橋さんの YouTube チャンネルの投稿でも見ることができます。自宅を売却して以降、高橋さんがどのようなところに住んでおられるかは明らかになっていません。以前は4台も所有していた車もすべて売り、今ではカーシェアを利用しておられるとも言われています。結婚や離婚、成功や転落を味わい、今はシンプルな生活をして大きい幸せは求めていない、とインタビューでは答えておられました。資産はどれぐらい？高橋ジョージさんの資産について、もちろん正確な金額は明らかになっていません。2016年3月に元妻の三船美佳さんとの離婚が成立し、慰謝料なし養育費なしで合意したと報道されていますが、財産分与についてはかなり長い間揉めていたそうです。高橋さんの持つ不動産の価値は3億円ほどと言われていました。預金や車などの財産を含めると、数億円はそれに上乗せされるでしょう。離婚原因は高橋さんによりモラルハラスメントがあったと報道されていましたが、高橋さんは繰り返し否定していました。本当の離婚原因は明らかになっていませんが、最愛の長女とも会えなくなり、高橋さんには三船さんから年に2回、長女のカラー写真が送られることで決着がついています。高橋さんにしてみれば、財産よりも大事なものをなくしてしまったと思われているかもしれませんね。